皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。新イベントのなんだっけかな、名前忘れちゃった。ドナテッロ。ドナテッロですね。これだ。爆発する空想科学。やってるやってる。わかんないですから。爆発する空想科学に行きます。で相手がですね、火のロボット。火のロボット。というわけでですね、もうこいつしかいない。お待ちかね。大きな掃除しかいないロボットキラー L。そしてタスカン済み。すげえ。あと1体は誰にしようかな。まあティーガーだな。怒られそうだ。そうでしょうね。考えてないだろお前。考えてないです。オーディー育ててほしいですね。ロボット時間かかるんだな。わかった、私も持ってこう。レオニダルス、やっと出番きたわ。さやねえじゃないですか。さやねえ。やっと出番きたわ。あのね、沖田総司がいたらさやねえがね、ちょっとね、あの遠慮しがちになるんですよね。私よりも沖田さんの方が強いんじゃないみたいな。沖田通常進化とテキーラどっちがいいでしょう。私、あ、通常も、あ、僕も通常か。一緒か。一緒一緒。タスでも振ってないです私。どうしましょう。テキーラにしときます。しましょうか。じゃあやっぱ爆発がいるということで、あ、逆ですね、間違えた間違えた。ティーガーさんと沖田総司。僕がよく使ってるキャラじゃないか。いつもの、ね、スタメンである。吹きます、クエストマルチ、空想、爆発する空想科学の極み。どっちからいく？どっちかお願いしていいですか？どっちでもいいですよ。そう、今どっちがいいですか？ただね、あと6分待つといけますよ。あ、時間ない、時間ない。あと4分。私の時間がない。あ、じゃあ行きましょう。どちらかお願いします。わかりました。どうしますか？私？どっちでも。じゃあ起きただけ連れて。でもここアンチ重力とか？わかんない、僕初です。爆発。そう言ってる間に私が立てた。あ、立てた。早い。じゃあ早い。マルタイ。じゃあ行きましょう。はい。いや、私や。スタートボタン。スタート。全然気づいてなかった。え、なんですかこれ？茶番ですか？茶番劇団ですか？いや、爆発する空想科学。どっちだか。芸術はあ、いっぱい出てきてる。マインスイーパーか。ほほー。でも私たちね、ロボットキラーいっぱいいますので、すぐ倒せますよ。おー、さやねえ、つえ。よね。よね。しゃ。いや、あの、すごい面白かったっすね。ちょっと自信なさげなんだけど。大丈夫だよね、さやねえ。大丈夫ですよ。すごいな、4人とも女の子だ、キュートな。お、いいっすね、うん、あ、女の子じゃない。あ、女の子じゃない。あ、ほんとだ、1人仲この中で1人仲間外れが。あ、誰や。男なんですよね、こいつ。騙されちゃったな。さやねパンチ。さやねとかすげえ久しぶりじゃないですか。うん、私多分ね、何人目かだよ。さやね。結構。何これ、爆発する。進化度は抜け作。うん、私も本当にそう思った。え、これ抜け作の進化版なんじゃないですかね。なんじゃないですか。はい、おさやねに。まあ別に当てたところでね。なんか自虐。なんか自虐的な感じですね。どうせ私なんてみたいな。あー、あの猫やばいんじゃない。猫、これウサギっすね。今黄色い時猫だったからさ。黄色い時は猫だった。そうですね、対角線で壊します。はい。おーら、いいねー。おー、すげえ、いいね。もうね、強いよ。いい破壊力。やばい、私2人とも貫通だ。貫通多いっすね、このパーティー、うん、貫通だらけ。私以外全員貫通。時間かかる。した方がいいかな。あ、下行った。まあまあまあ、ナイスナイス。
さやねえには期待してる。あ、こっちか。おー、いいねー、止まる。ロールライそんな遅いわけじゃないんだけど、重力バリアに対して弱すぎじゃね。弱すぎですよね、なんか、うん、割と止まる。普通ですしね、しかもね、割と動けないイメージが、うん、完全に動けない。よし、お、カメ多いな。それちょっとためるといいですね。そうですね、遅いですからね。そう、あとローレライも遅いですよね。ためますか。溜めない。いや、ちょっと私詰まってるか。ちょっと急いでいる。そうだ。駆け足ってやる。そうでした。ゾンビだ。ゾンビだ。しかし初始貫徹。うん。あ、おお、ね、いいね。あれ、でも倒せなかった。ちょっと繋がってる。じゃあそこをさやねえが。クソ。さやねえの手柄。え、ゾンビ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 。ゾンビ。これ一体ゾンビ、そうか、ゾンビを倒せるのがテキーラしかいない。別にしかいないわけではないけどね。はい、まあ時間かかりそうなんでね、貫通なんで。進化前抜けさとるな。さっきお父さん出てましたよね。いけ、いいじゃない。あ、ロレライに当てればよかった。反省の多い一撃であった。まあ日々反省だよ。そうですね、反省しかない。これはいかてる。殴れ、貫通ホーミング。いいね、よう与えてる、よう与えてる。おドン。で、ロレライ。お、勝ったんじゃないか。よっしゃ、弱点3回。弱点3回、伝説の弱点3回。当てた。これボスですか、うん、なんかすごいずんぐりむっくりな。なんか鳥山明的な。あとなんか何これ。結構面白いキャラですね。あ、なんか全然仕事できなかった。え、落ちた。うっそ、何その途中で落ちるやつ。落ちました、もう落ちた。あら、今途中で落ちた。あら、このロボット、マルチ限定ステージのこのロボット、ドナテッロ。ドナテッロ、ドナテッロ、ドナテッロ自身が毎あの地雷を出していくスタイル。こんな感じですよ、あいつ遠く見てる、遠く見て、あれみたいな。おーい、かわいい。おーい。やべべ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 、やばい、雑魚キャラこれ大量だと死ねるね。お、割とボス狙いで来ている我々は。高橋くんにはその活躍には期待している。ボスはね倒せるんですけど。おお、あ、やってて、ねーで、よし、あー、ダメージでか。ここで本来であれば、だがしかし私が最初にハートを取ることで、そうです、そのハートを育てるという選択肢を自ら潰した。なぜならそう、多少時間に追う。急がなければいけない理由がある。お、日本ゲージだ、ボス。そうですね、ザコ倒してくれると助かりますね。あれ、なんかすごい柔らかいのか。よかろう。テキーラでも攻撃力36000ぐらい、35000ぐらいありますよ。あ、そんなあるんだ。ストライクショットだな。ザコ処理、ザコ処理には結構使えますね。倒した。で、あ、僕は黙々と仕事をするだけです。ただホーミングを出してね。よっしゃ、あ、やべべべべべべ、危なくない、これ。危ない。え、地雷、多分地雷が爆発して周りにいた我々も含めて全員ダメージを。あら、
やべえ、サヤネまだストライクショット止まってないの。サヤネ長いんすよね。よし、サヤネって連れてくる必要性ってあったんでしょうか。はい、打っちゃってください。あ、いいですね、この声。慈悲の光を、ぜひ。いいね、いいね、いいね、いいね。ぜひ私にも慈悲の光を。なんだ、なんだなんだ、あれは。なんか、ちょろちょろ本当にちょろちょろだ。あ、つま飛んじゃった。ちょろちょろだったよね。ナイス。もう一回行ってほしかった。ロレライ結構遅いんですね。そういうわけではないです。いや、そんな遅くない。これで倒せる。行きます。倒せ。はっ、終わった。なんかかわいそうな。なんか最後になんか言ってたな、ね、本当は君を愛してたみたいな。いや、もしかあれだよ。あ、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 あれ、あれ食べよう。あ、あ、落ちなかった。落ちない。マジか。落ちたの私だけか。くそ。落ちた掃除。はい、あざーす。じゃあちょっと次のモンスター紹介とか10分ぐらいやってみますか。気合を入れて、気合を入れて。お、あ、これ嬉しいですよね。え、奥検知になったんですよ。奥検知になったんですよ。毎回じゃないですよね。待って、私何て言うのかな。毎回じゃない。お、来た。一緒、セイム、セイム、セイムキャラクター、セイム、セイム、セイム。じゃあちょっとね、サクッと見ていきましょう。いずれもハンターキング神化させてやるぞ、素材さえあればな。それはね、誰だってそうなんですよ。これのドナテッロです。ドナテッロ、どうなってんの、ドナテッロ、ドナテッロ。行きましょう。あんま見てない。進化させると空想化学兵器ドナテッロ、アンチダメージオール、ステータスはまあまあです、うん、うん、で、ストライクショットがランダ系ですね。友情コンボは拡散弾の EL3。 なるほど、なるほどね。まあ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 、でも素材ですかね。素材ですかね。はい、ストライクショット面白いですよ。攻撃型コジモデメディチ、コジモデメディチ、コジモデメディチ、コデモデメディチ、コジモデ。はい、というわけで、空想化学兵器ドナテッロでございます、はい、マルチ専用でございます。素材となっておりますので、ぜひ皆さんですね、必要な方は集めてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。